にちは、Pです、ドラゴンクエスト10ルベランギスに3番キャラで行ってきました。ちょっとね、動画は撮ってないんですけど、一応ね、3番キャラはレベル122で、最低のステータスっていうのかな、 HP850 クリアできてるから、バトして食べて850ですね。はい、で、耐性が、まあ、頭が HP だから、下封印、で、転び、踊らされですね。で、上が呪文、ダメージ減ですね。はい、うん、下がね、封印の100が、初めの安いのがあればね、もうちょっと200万ぐらいできたんですけど、うん。今日はね、下は作った感じだね。このね、連携しました。封印100の困難60。ちょっと前回の動画で作ってるかな。あ、これは、このキャラはあれかな。サブで作ったのを装備した感じですね。で、使い込みも今、1個余りました。倒したからね。この頭、成功する。上がね、あ、直してないです、これ。直してない状態ですね。はい。で、これは1箇所失敗したのを直しました。で、腕は3箇所失敗を直して、転びと踊らされのところを直したところから、だから使い込み1個ですね。はい、まあ、もちろんちょっとサブだからね、この辺、魔法と送流はできてるんだけど、バトマス用はないですね。はい。残念です。もちろん竜のロゴもまだ未完成のままでした。これ行ってないんだよね。ドラゴンだったかな？後で行かないとね。はい。まあ、この辺はできてる。まあ、ベルトもね、メインが出ないと、なかなかサブで行く気になれなくて、あんまりいいの持ってません。はい。まあ、レプリカントはね、マットが好きだから3キャラ行きました。うん。だね。多分、そうだね。だから一応、最低のね、ステータスの880をクリアする状態で、うん、まあ、目標は200万だったんだけど、まあ、500万ぐらい結局かかっちゃいましたけど。はい、これで、どれかな？これだね。1時ですよ。夜の1時だ。はい。まだ元気だね。はい。ね、P は、なんて読むんでしょうね。これ未だに読めないな。ルベランギスをやっつけた。見て、9分42秒だよ。報酬、分かった。なんとかの果実っていうのが4人の方ってことなのかな。で、使い込み1個上がりました。動画ね、撮ろうかと思ったんだけど、結局、1回緑出したんだけど、なかなかバトマス誘われないじゃない？だから、うん、フレさんと言おうかなと思ったの。もう寝るとかって言っててね、結局、私がちょっと募集して、はい、3人。来てもらってね、まあギリギリだったね。でもね、勝てましたという動画です。まあ一応ね、このぐらいでも勝てるんだよって。あとね、一応僧侶ね、サブはね、頭だけかな。HP3 大成功の3失敗失敗っていうのをね買って、下はね封印持ってたから、サブちゃんはね。で、こっちのキャラは下も封印持ってなかったから、頭、同じのね。3プラスの3がついてる失敗失敗を買いました。130万ぐらいでした。はい。では、それ2キャラ。サブとね、3番は基本的に装備とか、ステータス一緒になるように、行動してます。はい。うん、買うようにしてます。でね、下は、そう。こっちのキャラは作りました。だからまだ使い込みゼロ。封印とね、混乱。で、いずれ、混乱と何かみたいなのをつけた頭を作るかな？わからない。だからちょうどね、逆を作っちゃったんだよね。ね。どれかな？あ、これ。封印、混乱の頭と、下をね、これに合わせた、封印、麻痺じゃなかったかな？あ、これね。このセット。で、封印麻痺混乱っていうのが好きで、このパターンでよく作ってたんですよ、パラディンの頃はね。逆に作ればよかったんだよね、封印。うん、逆っていうか封印が間だから、下
た封印がね、こうなんていうパターン、もう最近あんまり封印なかったからね、封印の敵がいなかったから、重要度は低いのがね、頭にいるから、はい、まあ、それがいろんな話だね。これもこのだから、この状態で838なんですよ。だから守備も高いし、うん、こっちのギャルでもね、いけるよね、4人の方ね。ちょっと足らないけどね、あの、パニガルムがね、まだ終わってないから、どうしてもここら辺が甘くなっちゃいますね。ちょっとこの辺は、あの辺のね、パニガルムとか、厳しいよね、サブキャラやるの。メイはね、もう終わってるんですけどね、あんまりサブで行く気になってないから。そうじゃない、今日はね、これのお話じゃなくて、まあ一応、ソウルでも行けるようにしたという話と、うん、バトマスね、とりあえず、せっかく作ったから、うん、一回買ってきましたという動画です。このポーズ可愛いよね、何かの本のポーズだと思うんだけど、メイはね、お手を銅像にしたから、このキャラ、あの、このポーズはね、3番のキャラで使いました。キュートだったかな、ちょっと覚えてない。結構いますよね。みんな夜、1時なのに元気だよ。はい。もうちょっとね、お眠です。はい。じゃあね、今日はこんな感じです。まあ、職人から、まあ、職人はしてないんだね。買っただけだからね。はい。うん。じゃあ、またです。バイバイ。